どうもこんにちは、作業療法士の荻野です。今日はシニアの方に向けて背筋を鍛えるトレーニング方法をお伝えしたいと思います。この背筋をですね、しっかり鍛えてないとだんだん、まあ、猫背になってきてしまいますので、背筋を伸ばしてくれる役割が背筋の役割なので、この筋肉が衰えるから猫背になってしまうわけで、年だから猫背になるわけではありません。なのでしっかりと背筋を起こす、この背筋しっかり鍛えて、いつまでもシャキッと姿勢が綺麗な状態をキープしていきましょう。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続けるための運動をどんどんお伝えしておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは早速背筋の鍛え方ですね、3つご紹介しますので一緒にやってみましょう。ではまずですね、1つ目の背筋の運動から行っていきます。まず背筋というのは、先ほど申し上げたように前に倒れないように起こす、そして姿勢も伸ばす、そういう役割がありますので、まず最初にですね、伸ばす運動からしていきましょう。これに関してですね、よく間違えられるのが、伸ばそうとしてこう後ろに反っちゃう人がいるんですけど、これはもう反り腰といって悪い方向の伸ばし方なので、正しい方法としては天井に頭を近づけるようなイメージで上に伸ばしてください。これが正しい起こし方です。ではまずですね、だらーんとした状態から上に伸ばす運動を行っていきましょう。では行きます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では戻しましょう。よくあるのが、やはりこう背筋を伸ばそうとしてこう胸を張る方とかいらっしゃるんですけど、胸もですね、張りすぎちゃうと体が後ろに行ってしまいますので、やはりイメージとしてはですね、天井に頭を近づけるように伸び上がるというのがまず大事になります。そしてもちろんこの胸を張るというのもとってもいいことです。肩がこう前にこう出てしまう、これ巻き肩っていうんですけど、こうなってしまうとだんだん、頭とか上半身が前に、重たいので前に倒れてきてしまって猫背がどんどん進んでしまいますので、もちろん肩を後ろに引く運動、これもですね、背筋としてとっても大事。特にですね、この肩甲骨の高さの背筋が鍛えられますので、しっかりとですね、ぐーっと胸を張るというよりは肩甲骨を背骨に寄せるという動かし方が正しいです。胸を張ろうとすると、さっき言ったようにこういう風になってしまって後ろに反り上がって逆に体悪くしちゃいますので、必ず肩甲骨を背中に寄せるイメージでやっていきましょう。では行きますよ。せーの、寄せて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、これで戻しましょう。さあ今ですね、しっかりと伸び上がる力と、そしてこの胸を張る、いわゆる肩甲骨をちゃんと背骨に寄せる力を働かせていただいたので、最後3つ目はですね、そもそもこの重たい上半身をこう起こしてくれるための筋トレというのをやっていきます。もしかしたらその腰が痛いって方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとやってみて痛かったら無理せずストップしたり、回数少なめで自分に合わせてやってみてください。ではやり方としては、足をですね、このようによいしょ、肩幅ぐらいに、はい、開いていただいたら、手をまっすぐ前に伸ばしていきます。そして大体そうですね、肘のあたりですね、肘が自分の膝よりも前にこう出たところから体を起こしてバンザイをしていきます。いわゆる重たい上半身が前に倒れないように起こしてくれるのが背筋の役割なので、トレーニングもこれと同じで、前に倒した体を起こそうとすると背筋が鍛えられます。なのでこれでしっかり背筋を鍛えていきましょう。でここでですね、細かいことを言って申し訳ないんですけど、ポイントがありまして、前に伸ばしたら必ずですね、顔から上がってください。顔ですね。これなぜかというと、背筋というのは頸椎、そして胸椎、腰椎と上から
順番にですね、筋肉ってつながってます。なので、こういうふうにですね、前に倒したときに、引くような運動をしてしまうと、腰ばっかりの筋肉が働いて、で余計にこう腰痛とか、下手したらですね、ぐぎっとぎっくり腰になってしまう可能性があるので、必ず前に突き出したら顔からこう起こしていく。というのを徹底してやってください。これをでは10回やっていきましょう。では、いきますよ。前に手を伸ばして、肘が膝を越えたあたりから顔を起こして、元に戻します。いきます。せーの。1、2、3、4、5、6、4、8、8、9、では最後、10、はい、戻しましょう。さあ、以上がですね、姿勢を起こすための背筋であったり、重たい上半身が倒れないように戻す、起こしてくれる背筋の運動を行いました。この運動をですね、継続することで、徐々に体が下がってしまわないように、しっかりと背筋を強くしていきましょう。そしてもう一つですね、大事なことがありまして、結局ですね、普段の生活から、例えばテレビ見てるときに、こうやってダラーンと、まあ、椅子に寄りかかるとか、ソファーに寄りかかってこう見てしまうと、結局これ背筋が使われない。さらにこの曲がったポーズで、骨とか関節も固まってしまって、そして立った時に、まあ、これで固まってしまうというふうにですね、普段の姿勢というのがとっても大事になりますので、もしですね、座るのであれば、しっかりと背もたれの奥深くまで座って、そしてこうダラーンとならないように、ね、しっかりと深くまで座ってこうテレビを見るとか、そういうふうにですね、普段の生活を結局は見直すというところも予防としてとっても大事になりますので、ぜひですね、何かこう心当たりある方、こうやってダランとしちゃってるなと心当たりある方は、ぜひそこから見直してあげてください。そしてですね、姿勢を良くするようなトレーニングとか他にも僕投稿してますので、ご興味ある方はですね、概要欄に貼っておきますので、そちらからも確認していただきたいと思います。このようにですね、体を良くするトレーニングどんどんお伝えしておりますので、また皆さんの手元に僕の動画が届きやすくなるように、このチャンネル登録というボタンをですね、押していただくと、僕の新しい投稿が届きやすくなりますので、どうぞ登録の方もよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わりましょう。ご清聴ありがとうございました。